ちょっとね、ここ芝が多かったから行けるかなと思ってやったんだけどダメだったね力ねえな。こういう風に芝はね、侵入したらその都度取っていかなきゃダメだね。全然さ絡まってしまって機械さ、まあまあ無謀にもかけてしまった俺の負けなんだけれどもさ、と言ってよいしょ、もう絡まって待って金属の軽トラ来たな。っていう感じでね、耕し終わりました。だいたい面積にすると一般的な家3軒分ぐらいかな、うん、を耕した。でね、去年からやってて、去年やった時草が多いのさ、前やってた人から聞くと草はそんな多くないよっていう話だったんだけども、まあすごい多くて芝も生えるわ、やりづらい草も生えるわってことで、今年しっかり耕そうと思って、で今日1回目耕した。米ぬかを巻いて微生物活性化させて、レタスをやるところ向かって、まあ左側、俺のこっち側ね、画面のどっち側なんだ見ね、こっち側はねレタスやるんで、石灰も少し巻いたと。カキ殻石灰、カキ殻石灰は、種を巻く前に巻いても大丈夫っていう、普通石灰巻いたら3週間とか置いてから巻いてくださいってなるけれども、有機の石灰は、すぐに巻けるっていう、ね、優しい石灰っていうか ゆっくり効く石灰だから、まあ俺は好んで使う、まあ、有機栽培やってるからそういう感じでやってますけれども、まあ、これで1回目の耕運終わり。もう1回しばらく置いて、米ぬかとか有機物とかなじませてまた耕そうと思う、しばらくしたらね。でその後になったら、こっち側小豆で黒小豆を植えて、でレタスを植えてっていう感じでやろうと思ってます。
とりあえずね、農業っていうのはこういう地道なことの繰り返しでさ、やっぱり秋が来る人は秋が来ると思うよ、うん、こういうコツ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 ってのはできる人が向いてるって感じかな。家庭菜園でもそうじゃない、派手な仕事ってあまりなくてさ、うん、地道な積み重ねの連続でできるんで、それが特にね、自然農法有機農業になるとそういう傾向が強いかなって感じなんで、根気ある人はぜひね、こういう感じでやってみてほしいなって思います。今日はこれで飯でも食って帰ろっかな。うん、よし、お疲れ様でした。おっとっと。